起点元塾町交差点の例、キロポスト起点元塾町交差点。右奥から来て、画面左に直進分岐するのが本堂。欅並木通りとの交点、東京都道133号小川山府中線の起点。大国魂神社前交差点等府中の旧、甲州街道と、旧バイパスのの三左字石原一丁目付近、東京都道229号府中調布線は、 東京都府中市と調布市を連絡する東京都道である。国道20号の旧道の一つであり、他の部分と合わせ、旧甲州街道と呼ばれる。当初国道20号線は、旧甲州街道であったが、1956年に、まず、府中市元宿町東、府中間にバイパスが完成し、続いて1961年に、東府中合流直前に分かれる形で、 東府中調布市、下石原間が完成した。国道20号は、バイパスに移行し、この道が、東京都道229号として管理されるようになった。なお、さらに東側のバイパスに伴う旧甲州街道は、東京都道119号北浦上石原線である。甲州街道は、蒸気のような遠隔のため、この区間で交差する他の都道は、 東京都道19号町田町付線を除き、奇襲点を国道20号ではなくこの道との交点としている。ありがとうございます。